これまでの両者の対戦成績は安田忠雄の1勝、新助のデビュー戦以来1年ぶり2度目のシングルマッチ G1 クライマックス B ブロック公式リーグ戦30分一本勝負を行います。我がコーナー193センチ120キロ安田忠雄。魔界クラブよりこの安田忠雄にはブーイングだ。青コーナー188センチ104キロ中村慎介。柴田に勝ちましたが吉江高山に敗れ、現在1勝2敗勝ち点が2の中村慎介。さあどんな一戦となるんでしょうか。 G1 クライマックス公式リーグ戦 B ブロック、勝つと負けるとでは大違いです。もう後がない中村、今ゴング鳴りました。公式リーグ戦は30分の一本勝負。さあブーイング、場内からは大ブーイング。安田には大ブーイング。中村コールサイドヘッドロックの体勢に取りました。昨年の 8.29 武道館大会での中村デビュー戦のその相手安田忠雄。さあ今度はどうか、ヘッドシザースの体勢安田。さて小鉄さん、はい、この一戦のですねポイントなんですがどのあたりになるんですか。そうですね、今簡単にね、はい、中村組みましたよね、気をつけた方がいいですね。安田にいきなりストレートが組みますよ。あパンチですね、はい、うん、油断させておいて、そういうのね安田うまいですから、ね、そうですね。だから中村としてはね、はい、まともに行かないように、はい、まともに行った方がいいって感じですね。 あ、はい、あまりこの正直に行かない方がいいわけですか。はい、そういうことです、はい、うん。安田は103連磨タックルに行きますが末にして逃れました安田。さあ場内シーンと静まり返りました。右の引導からタックルだ、上から潰します安田。安田もね、うまくなりましたね。そうですね、はい、もう分かってますからね。うん、これで125キロ130キロありますからね、はい、厳しいですね。こうなりますとね、さあ肩固めの体勢に入るか。それで決まるんじゃなくて、スタミナ奪われてしまう、はいはい。さあ対します中村、ここで逆十字の体勢を取りますがディフェンスを取っている安田、今度はショートアームシザース黄色くの体勢か。そうですね、このすぐに切り返すというところが中村のまた素晴らしいところですね。さあショートアームシザース黄色くの体勢に取りました。ここはどうか、一旦ロープブレイクです。2人の表情をご覧になって小鉄さん、はい、体調的な面なんですが、はい、どうですか。どっちもいいんじゃないですか。さあ下から見上げます安田。長引いたらね、はい、安田不利ですよ。うんでしょうね、はい、さあタックルだ、両足タックル、はい、サイドを取ったマウントの体勢だ、マウントの体勢、マウントの体勢からどうか、エルボー、エルボーを当てる、エルボーを当てました。どうするか、ここからどうするか。これでね、立ち上げ決断ですよ、はい、安田これでやったらね、絶対返してきますから、さあその部分は要注意です。あー急所打ち、こういった姑息な手段もしますが、それはね、もう絶対安田来ますよ、あーちょっと悶絶しているのが中村慎介。さあ非常に厳しい状況になりました。ブーイングもエネルギーとしてしまいます安田忠雄。さあ髪の毛をつかんだ。過去この2人はこの中村のデビュー戦一戦交えております。今日がこのシングルは2戦目、タッグではこの中村が1本取ったことがあります。さあスリーパーですね。さあ厳しくなりましたリングの中央だ。あこれは厳しいぞ、左手を入れてますけどね、はい、浅いですからね、さあ頸動脈あたりをぐい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 と締め上げていきます安田忠雄。
不問の表情、中村慎介どうか、足がロープにかかるのか、体をねじっていく、今ロープブレイクです。ロープブレイク、トンピングを一発打ち、さあ問題はこの後来ますよ、来ますよ、パンチ要注意だ、うまくかわした、ジャーマンで投げる、投げっぱなし、読んでましたか、はい、いやでした、中村もね、はい、危険と感じたんですからね、横に投げましたね、うん、なるほど、ずらしましたね、はい、あれでいいかもしれないですね、なるほど、さあもう一発狙うか、あしかし今度は急所蹴り、今度は急所蹴り、勝つためには手段選ばず、そういった感じがいたします、安田忠雄、頭一つ抜けるか安田、対角線飛ばし突っ込んでいった安田、さあ人間風車か、ダブルアームスープレックス、安田の流れだ、カバー、カウントは2、小手さん、安田に余裕というのは感じられますか。いや感じられません、今ね、はい、レフに文句言いましたね、はい、スタミナ切れてるんですよ。あ、そうですか、はい、だからね、対決戦で行こうとしてるんですよ。あ、なるほど、おお、切り返した、頭打ちましたね、そうだ、さあ今度はどうだ、腕式逆十字、逆十字はどうか、足がロープにかかっている、今安田ね、頭が落ちました、ですね、はい、これはきついでしょう、相手の動き、その動きをよく見ておりました。さあ今度はどうか、中村場外に送り出していくのか、ああいうのは、ね、体重ショットのまま振りなんですよ。そうでしょうね、自分の体重でね、重みきちゃいますから、勢いももちろんありますよ、はい、首あたりにちょっと電流が走ったかもしれません。さあどうするか、厳しいでしょう、足払われた、星野総裁がいました、向こう上面だ、涼しい顔の総裁、あの中村はね、はい、本当にあの外も気をつけなきゃいけないですね。そうですよね、さあタイガードライバーだ、上から覆いかぶさってツー、よく返していきました。さあギロチンチョーク、ギロチンチョーク、ギロチンチョークだ、厳しいか、レフリーが制します。さあ後ろ、あーっと今度はどうだ、飛び込み様の三角だ、三角締め、三角締め、どうだ、一本取れるか、三角、三角はどうだ、決まりそうですね、決まるか、厳しいやつだ、さあ落とせコール、一気に決めてしまうが三角締め、中村の三角締めだ、安田はこらえているか、絞り上げていきますが、さあどうだ、落ちたか、落ちた、中村の勝ち、中村残った、中村慎介選手の勝ち。いや小田さん、これは勝因はどこでしょうね、はい、そうですね、安田ね、はい、チャンスと思ったんですね、はい、それ油断しましたね、あちょうどね、はい、先ほど言いましたようにレフリーに突っかかったでしょ、はい、対決戦で行こうとしたんですね、はい、それもうスタミナ切れたんですよ、あそこをうまく突かれましたね、なるほどね、あの中村のうまさです、はい、まだデビュー1年経っておりませんが、こんなうまそうを見せました、中村慎介、ともに2勝2敗、勝ち点が4、中村にとっては大きな1勝、安田にとっては大きな1敗だ。